はい、皆さんこんにちは、ワネルグルーシです。さて、今回はですね、対抗立志伝5の続きをやっていきたいと思います。前回がですね、タイに旅行していて、タイのホテルから実況収録をした時が最後になりますので、少しね、時間が空いてしまっているかなと思うんですが、引き続きお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。で、前回はですね、美濃三人衆の調略まで完了してますので、この先はですね、稲葉山城攻めがいよいよ本格化していくというところになっていくんだと思います。では早速続きをしていきましょう。しばらくは、とはいえ表情まで49日間何もすることがないので、修行をしましょう、修行。足軽の能力を高めたいので、前田利家のところに行ってですね、いろいろ教えてもらいたいなぁと今回は思ってます。技能指示で足軽ですね。これね、結局、戦闘するっていうね、若干めんどくさい感じになるんですけど、まあ、この先のことを考えると、しっかりやっておいた方がいいかなと思うので、まあ、委任しつつですけど、やっていきましょう。であと、お金もね、あったらあったで困らないので、お金って。ゲームの世界も現実の世界も同じですよね。なので、金もね、貯めていきたいなと思います。委任しちゃってるけど大丈夫か、これ。自分で動かさないと意味ないでしょうっていう感じもしますけどね。そしたら、委任を解除していきましょう。敵がうまいことなんか一人だけ一体だけこっちに向かってきてくれてるんで、こいつだけもうボコボコにしちゃいましょう、さっさと。ああ、やっぱり秀吉を狙ってくるんだよね、ここは。まあ当然といえば当然ですよね。で、攻撃をしていきましょう。これ、戦いのコツとかってなんかあるのかな？特技で、そうだな。連携とかやってみますか？これで、だいぶ減らせますね。こうやってね、囲んでいければだいぶ倒しやすくなりますよね。お、あの木、山の上に登って攻めてくる感じか。若干厄介だな。きっと防御力が高くなるとかそういう効果ありそうですよね、山の上にいる方が。ただここは、秘技連携で。だいぶリード広げてんじゃないですか、今。このまま行けばいいけど、山の効果がどれくらいあるかですよね、あとは。で、秀吉がやられると、なんともな感じになるんで、秀吉は、下げましょう、一度。
れで4番隊も撃破したぞ。これ以上秀吉が減るとなんか気持ち悪くなってくるんで、秀吉に近づけさせないような戦い方をしていきましょうか。ここで利家が出てきたか。コブとか使ってみますか。自分の備えを鼓舞し、士気を上げる、実行するソーダーション、軍学機能、弁舌機能、統率力が高いほど効果が大きい。まあ、使っちゃいましょう。まあ、徐々に下がってきてる頃合いですからね。約1000ぐらいリードしてる感じですね、今。お、ここに来て、いよいよ、利家が、来たね。使える特技はないし、全部消耗してますね。今だと、特技のポイントというか、特技のゲージを。なので、まあ、つらつらと、攻撃していきましょう。で、他の連中は特技は特に使えないのか。使えないね。いや、利家はやっぱ強いな。こうやって見ると利家をもう狙いに行った方がいいのか、どうなんでしょうね。利家を狙いに来つつ、この残っている敵の軍勢も撃破していくっていう形になると、結局こいつが前にいるんで先に倒す羽目になりそうな気もしますけどね。お、秀吉がこれ以上近づくとちょっと危険かな。よし、でも勝機はだいぶ見えてきましたね。いやー、でも利家強いな。利家でこの強さだとどうなんだろう。もっと強い武将っていっぱいいますよね。よいしょ。これ結構削られるんですよね、利家のこの弓攻撃。ちなみに僕の好きな武将は利家とか結構好きなんですよね。あんまりその好き嫌いな武将を言うと、なんていうの、気分を害される方もいらっしゃるかなと思うんですけど、家康が実はあんまり好きではなくてですね、そういう意味で言うと家康を苦しめた武将が結構好きで、武田信玄とか、今、大河ドラマでやってる真田信繁、もそうですし、あとは、そうですね、この利家も、五大老としてね、まあ、なんていうのかな、家康と差し違える覚悟で、自邸に、家康を呼んだとかね、その死の間際にとか、そういったところがあったりして、結構、利家は好きですね。おお、ここに来て、秀吉がだいぶ削られてきてるので、秀吉を一旦下げましょう。下げて、蓋をします。利家でこの強さだとちょっと
恐ろしいですね。信玄とかより優秀な武将を相手にした時って、これ取り囲んだりしたら効果が上がるとかそういうのもないですもんね。いや、この年は本当に強い。勝てる気がしない。もうちょっとかかりそうかな、倒すまでは。そんな感じですよね。こんだけボコボコにできる環境でも削れるのがちょっとですからね。ここはもう一気に秀吉も前に出して攻めた方がいいのかな。そろそろとどめを刺した方がいいとかって言いますけど、この訓練でも技能指示でもやっぱりとどめを刺した方がいいのはきっといいんでしょうね。ちなみに年末だったかな、ちょっとごめんなさい、具体的な日付がしっかり出てこないんですけど、大戦略の最新作が、PS ビータで出ますよね。あれをちょっとプレイするかどうか今検討してるんですけど、もしねプレイしてっていう要望が多ければ、大戦略の方もねプレイの方をやっていこうかなと思ってますので、ご要望あればお聞かせいただければ嬉しいなと思います。さあ、じゃあとどめを刺しましょう。いや、とどめがさせない。ただこれでとどめだ。お、奮闘、一定の間攻撃力を上げる、実行する備え対象の軍学技能が高いほど効果が持続。やっぱり軍学学んだ方がいいのかな、こうやって見るとなんかそんな気もしますね。では、一旦ぐらいはいつものように、京都に行きましょうか。この辺りはね、ちょっとおいおいはスキップをさせていただいたりっていうこともあるかと思いますんで、ちょっと今回はこのままお付き合いをいただきたいと思います。交易品を購入していきましょう。いつものあかねちゃん。これをじゃあ80個買って、で、まあ、交渉はしていきましょうね。おっと、外しちゃったかな。算術はレベル4まで上げましたからね、ここまでの間に。そしたらそろそろ酒場で用心棒が30日あればこのままでいいかな。賭博とかちょっとやってみようかな。カジノとか結構好きで、マカオとかね行った時にするんですが、おいちょ株ってなんだろう、ちょっとわからないな。ちょっとおいちょ株やってみよう。内容説明。まず掛け札を買わなきゃなんね。はい。札の値は相場によってまちまち。なるほど。一度に買えるのは1万枚まで。うんうん。ルールが知りたいな。で、札には1から10まで番号が振ってある。合計は40枚。その中で自分のところに2枚か3枚配られる。うんうん。札の合計が9。なるほど。これブラックジャックに近い形ですね。OK。じゃあやりましょう。早速じゃあやりますか。うんうん。次に親が2枚目の札で誰も貼ってない山は表向きに配る。うんうんうん。なるほど。泣きがあるわけね。よしよし。この辺はわかりますね。おぉ、株が来た。まあ、こんな感じでやるわけですね。よし、じゃあ早速やっちゃいましょう。このおいちょ株一回ぐらいは。
なるほど。なるほど、3枚目も引けるわけだ。こうすれば合計、要は1桁目の数字が勝負になるんで、まだまだ勝負ができる可能性があるということですね。さあ、じゃあやりましょう。いや、ちょっと待って、やめましょう、ここは。先にやることがあるでしょうということで、表情に戻りましょう。ここで賭博をしてると何日消耗するかがわからないんで、この馬の人に会うとなんかいいことがあるって言ってたな。ちょっと馬の人を追いかけましょう。そうそう。お買い上げいただきたい一品がございます。これ何なのかわからなくてね。ちょっと買いましょう。何を買ったのかが未だにわからないんですよね。鑑定してもらわないと。前はなんかこれは言いにくいけど、大したものじゃないですとかって言われてしまったんで、たまにはね、いいものを手に入れたいところですよね。あ、そうか。スズミとか紙とかいろいろ多めに買ったんだった。これは、うん。ギャー。きっちりと売っていきましょう。持っててもしょうがないですからね。ただ、今ちょっとここでやるには、なんなので、後で売っておきますね。問題はここだ。茜を、大当たりで、引きたい。三術のレベルは4。よし。やめるにしちゃった。この辺の操作がやっぱりね、ちょっと慣れてないと間違えちゃいますよね。そしたら、ここは売るのは後でやっておきますので、先に本拠に帰還しちゃいましょう。この後のイベントの予定なんですが、この後は稲葉山城の攻略に入りますので、一旦自宅で休養しましょう、表情まで。10日間ぐらい、17日間かな、無駄にしちゃう感じになりますが、大概15日から20日間ぐらいですね、修行に必要な時間が。なので、まあ、17日残ってた時点で一度目覚めて、表情に行ってもよかったかもしれないですね。ああ、表情じゃない。修行なんかしてもよかったかもしれないですね。では、表情の方に行きましょう。お、秀吉が侍大将になりましたね。さあ、合戦を行う。稲葉山城。うん、これは攻略しましょうか。稲葉山城をただ攻めるにあたって、稲葉山城攻略以外の意見を言うっていうのは意にそぐわないので何も言いません。大殿、拙者に考えがありまする。ということで、これ、今から稲葉山城の攻略になるんだな。で、絡め手の形骸が甘くなっているとの知らせがありました。これ、美濃三人衆を攻略する、調略するときに教えてもらった情報ですね。じゃあ、ここはサクッと行きましょう。城内に潜入するぞということなので、ここはなんかの技能が必要なのかな。さあ、裏道を進んでいますが、道に迷ったと。大丈夫か、秀吉。この先に小屋があるぞと、小六の、八塚正勝に改名してますかね、もう。の手下が行ってきてますね。
堀尾モスケがいただけか、うんうん、でこのモスケに案内をしてもらうわけだな。これって実際そんなことがあったんですかね。よし、で堀尾モスケを、道案内役にして絡めてに攻めかかりましたと。でこれが斉藤辰興か。斉藤辰興はここ初めて見ましたね。で織田軍の本陣からは火の手が上がったぞということで総攻撃になるわけですね。これは実際に戦闘はなくイベントで終わっちゃうのかな。このままちょっと進めていきましょう。お、実際戦闘になりますね。勝家へ行って数正、半兵衛、秀吉、信長っていう陣容ですね。いや、そうそうたる陣容だけど、まあ、備えの配置もこれでいいでしょう。軍議は終了して簡易戦闘でいいかな。よし、大手門やって三の丸を攻略し、軍議を開いて、ちょっとそしたら委任を解除して戦闘続行で戦闘していきましょうか。攻めをしたりとか、結構いろいろみんな技能持ってるよね。で、秀吉は？秀吉は何をしてるかというと、ここで自分の操作ができないのかな。秀吉の操作したいんだけどな。ここは秀吉が委任状態になってますね。これで委任じゃなくなったはずだ。ここはそうだな、特技とか使ってみますか。奮闘、さっき覚えたばっかですね。まあ、こんな感じで攻めていく感じだな。敵の数だいぶ減ってますよね、こうやって見ると。信長も奮闘を使ったな、ここで。そしたら強襲をしましょう。勝家もいるし、数正もいるし、もうこれ完全オールスターだな。ちなみにさっきちょっとお話した大戦略はこんな感じのが永遠に続くような、このマス型のマップを使ってやる感じなんですよね。
さあ、もうちょっとで3の丸が落とせるんじゃないかな。ここは強襲をしましょう。ちょっと宴会の効果って次もうちょっと見ましょうか。結構竜王騎宴会してくるけど、お、二の丸が攻略された。二の丸まで進んでたんですね。そしたら最後本丸か。これはでもちょいちょい簡易戦闘を入れていかないと。それなりに時間がかかりますね。ちょっと今回は初めての自分で操作する城攻めというのもあるので、このままやっていきますね。今の勝家の特技めっちゃ強いな。乱れ打ちみたいなやつ、あれちょっと自分も覚えたいですね。まあ、勝家クラスじゃないとちょっとあれは覚えられなそうな気もするけど。いやー弱いね、やっぱ秀吉の射撃は。弓の指示をちょっと受けようかな。そうすると鉄砲とかのが良かったりするのかな。それとも本丸が落ちたな。本丸が落ちれば攻略成功ですね。秀吉は652、3番手かな、こうとしては。勝家が2番目。で、秀吉が3番目ですね。まあ、あそこで秀吉が敵の3番隊あたりを撃破できなかったので、しょうがないかな、この結果は。というところですね。竜王騎殿といえば、あの斎道残入道の孫じゃ。このようなバカ面ではあるまいで、なかなか失礼なこと言うな。これちなみに竜王騎ってどうなったのかな。実際は竜王騎は殺されたのか、それとも浪人になったのか、ここはちょっと気になるな。でも解き放たれた斎藤突明竜王騎は長島を目指し、長良川を下っていったっていうことは、まあ、実際信長は竜王騎をじゃあ殺さなかったのかな。史実で竜王騎が切腹したとか、打ち首になったとか打ち死にしたとかっていう情報をちょっと確認したことがなかったんですが、実際どうだったんでしょうね。あ、これで堀尾義晴になって、配下になるんですね。さらに馬印も秀吉が許されたと。なるほど、これで瓢箪ですね。でさらに美濃全土の制覇をしたので、次何が起きるんだろう。これを機に居城を稲葉山に移す。これで岐阜城に改名するんですね、きっと。よし、居城をじゃあ清須から岐阜に移すというところになるんですね。
はい、というところで今回は稲葉山城の攻略戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。ぜひぜひそちらの方もご覧いただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。